はい、みなさん、こんにちは。私はレック専任講師、弁理士の西田です、えー。今回ですね、えー、エルゼミの。えー、直前、春季生ということで、えー、今年初めての試みのゼミを行います。で、私はですね、あの、例年、エルゼミで、えー、通年ゼミを担当しております。で。 今回ですねあのまあ,あの世の中の状況ということで、えー、ちょっと試験,試験がですね本試験が伸びたということで新たなゼミということで春のゼミを行うことになりましたで、えー、そのゼミのですねちょっと今回は紹介をしようと思いますで私のゼミですね通年やってるのはあのまあ あの基本的には書き方を学習していただくということなんですけども、えー、私のクラスではですねどういう方が来ていただいているかというと対象としてはまずはですね、えー、時間があまりない方あの勉強時間なかなか取れないとか、えー、仕事が忙しくてどういうふうに効率的にやったらいいのかという方に対してアドバイスをしていくっていうのが一つポイントです。で もう一つはです、ねえー、本試験で不安なになってしまう方、まあ皆さんそうだと思うんですけどもやっぱり、えー、普段勉強していても実際本番ではどうやって書いていいんだろう大丈夫なんだろうかというところがあると思いますけれどもそういった方にですね、まあえー、その不安を、ね、払拭するためにはこういうことを普段やっていきましょうとっていうことをアドバイス。 しますのでそういう方にあの向いていると思います。であとはですねあの私のクラスではですね担当式試験を受験する方も結構いらっしゃいます。ですので担当のスケジュールも含めてあと論文のスケジュールっいうのを立ててそれであのその年でもう最終合格まで目指しましょうと,ということもやっていますので担当式試験受験者の方もぜひお勧めです。 さあそれでですね実際どのようなことをやっているかといいますと,、えー、と私のクラスのゼミの特徴特に特徴としましては、えー、レックの答案例に加えて、えー、私のオリジナルの参考答案というものを出しておりますで参考答案っていうのは何かっていったら、えー、あのただ単に完璧な答案ではなくて 本試験で本試験の試験時間内で書ける量でさらにそれで合格点を取るにはどういうふうに書いたらいいかということを提示する答案です。えっと例年ですねこの答案を使って活用していただいて合格されている方がいらっしゃいまして大変これに関しては好評を得てますので是非これも今後も皆さんに活用していただきたいなと思いましてこの答案 直前周期でもですねその答案を活用しようと思っておりますで具体的にちょっと一例でですね今まで活用しているものを紹介いたしますで例えば一例なんですけどもこういったもの、まあ、全体像でこれ見開き にしているのがまず視覚的にビジュアル的にですねどのぐらいどこに何を書けばいいのかっていうのがわかるように、えー、見開き一枚にしております。そしてこれ特実の答案なんですけど私の特徴のすごく大きい特徴の一つがですね、えー、全体像でいうとここなんですがここあの。 実際の答案でいうと一ページ目二ページ目三ページ目な四ページ目なんですけど、か特実の答案例では私は四ページ目は使いません。なのであの一問に対して六十行以内で書く答案を提示しています。これは先ほど言いましたようにコンセプトとして実際の本試験の試験時間内に書ける量の答案を提示するということを表しています。 でしかも、ですね視覚的にこう見て60行以内ももちろんなんですけどもすごく重要視しているところがありますそれは何かというとこれ1行の文字数をですねこれ30文字以内にしているんです。通常の答案とととかだともっと あの文字数多いと思うんですけれども私はですねこの文字数1行の文字数も少なくしてかつ最後の段落も60行あの行数も60行以内にしているので全体の文字数を非常に短くしていますでただ単に短くするだけならまあ可能かもしれないんですけどもそれだけじゃなくてただ,ただ単に短くするだけじゃなくて 短くしてかつ必要なものだけを残すということを行っておりますそのですね書き方をゼミでは毎年ご提案させていただいておりますですのでこれを活用することによって、えー、合格の答案を書けるかなというふうに確信しておりますはいそれでですねえー、と今回はそれに関して まあ、た,ただ合格した方もですね、えー、コメントをしていただいてますのでちょっと簡単ですが紹介させていただきますと、えー、合格者のコメントをいただきますと「西田ゼミの特徴は西田先生オリジナルの参考答案」「論文の書き方が身につくきめ細やかな添削指導ですと」とこの「参考答案」っていうのは今ご紹介させていただいた私の オリジナルの参考答案ですでここでありがたい言葉を頂い,いているのは参考答案っていうのは西田先生が作成したこの通り論文を書くことができれば合格点がつく魔法の答案例ですというありがたいお言葉を頂い,いています。この答案例を活用すれば合格の力をつけることができると。ということでこの方もありがたいのは この答案を学習することで実力がついていくことを実感することができますとおかげで合格できるだけの実力が身につきましたという私としても本当にありがたいお言葉をいただいて本当に合格していただいて私の方こそ感謝しておりますですので次はですね皆さんの番ですのでぜひですねこの合格 できる参考答案を活用してていいただいてぜひ次の便利試験ではです、ね、皆さんが合格できることを祈ってますしそこをあの私は直接サポートしたいと思っておりますので、えー、もしよろしければです、ね、あの私のクラス水道和施工で、えー、基本的には土曜日の午前10時から午前中からやっております。午前中からやるのはは大事なことは 試験が10時から始まるとということなんですですのでその時間に合わせて脳みそを調整していくという意味で10時からやっておりますのであのよろしければ皆さん一緒に頑張っていきましょう。これからお待ちしておりますのでよろしくお願いしますででは以上で終わります。